はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、今後より高騰していくのではないかと思うカーたちを紹介していこうかなと思います。下落相場により価格帯が徐々に下がっているため、長期的に保管できる方がおすすめかもしれません。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はルリナ SR です。メルカリでの高値では7200円での取引がありました。購入相場的には5000円から7000円での取引があります。2枚目はピカチュウ VMAX CSR です。高値では9000円での取引がありました。購入相場的には7000円から8000円での取引がありました。3枚目はポッチャマ CHR です。高値では約1万2000円での取引がありました。購入相場的には9000円から1万1000円程度での取引がありました。4枚目はスターミー VCSR です。高値では約1万円での取引がありました。購入相場的には7800円から9500円での取引がありました。最後はサナ SR です。高値では3万8000円での取引がありました。購入相場的には3万3000円から3万6000円での取引がありました。今回紹介したカードたちは今後の伸びしろに期待して紹介させていただきました。正直現状での購入はリスクも高いと思うため、本当に欲しい方や少しリスクを考えられる方が購入してもいいのかなとは思います。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。